アルメニアソビエト社会主義共和国。アルメニアソビエト社会主義共和国。アルメニアソビエト社会主義共和国。は、1920年に、アルメニア第一共和国を倒して成立した、社会主義国家。1922年に、グルジア、アゼルバイジャンと共に、ザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国を介して、ソビエト連邦構成共和国となり、 1936年にその二国と分離してからも1991年のソ連崩壊まで損した。アルメニア市においては、それまで農業国であったアルメニアが工業国への転換を果たした時代でもある。ソ連から独立を宣言したのは1991年のことだが、1995年の改正まではソビエト国家の気候を保持したままであった。 1828年から1917年のロシア革命に至るまでアルメニアとしてロシア帝国の一部に組み込まれていた。2月革命後、南カフカースでは社会民主主義勢力が台頭し、三国はそれぞれグルジアのメンシェビキ、アゼルバイジャンのミュサバト等、アルメニアのダシュナク等の指導のもとに共同してザカフカース民主連邦共和国を形成。 ロシア帝国からの独立を果たした。しかし、翌1918年3月のオスマン軍の侵入によって連邦は崩壊し、5月にグルジアはドイツ軍の保護下で、アゼルバイジャンはオスマン軍の影響下で、そしてアルメニアはダシュナク等の指導下で、それぞれ個別に独立を宣言した。しかし、こうして独立したアルメニア第一共和国もオスマン帝国の後を継いだ。 トルコ共和国とので疲弊したところを軍に侵攻され、短期間のうちに共産主義勢力へ権力を移譲した。エレバンに暫定軍事革命委員会が発足したのは、1920年12月3日午前0時のことである。この委員会は5人の共産主義者と2人の左、ダシュなく党員からなっていた。続く1921年から翌年まで2400人の 元第一共和国軍将校が逮捕され、リャザンの収容所へ送られた。1921年、トルコとアルメニア、グルジア、アゼルバイジャンの各ソビエト共和国の間でが結ばれ、これによってトルコはアジャリアを手放す代わりにカルス地方を得ることが定められた。この時にトルコ側に割上された地域の中には、中世アルメニアの首都であったアニア、 アルメニア人の精神的シンボルであるアララト山が含まれていた。さらにその後、ロシアソビエト連邦共和国民族、問題人民委員であったヨシフ・スターリンは、ナヒチェバンとナゴルノカラバフもアゼルバイジャンの領土とすると決定した。この二つの地域はどちらも、1920年にボリシェビキがアルメニアの領土であると保証していたはずのものだった。 1922年3月12日から1936年12月5日までの間、アルメニアは、グルジアとアゼルバイジャンと共に、ザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国を構成した。この頃のアルメニア革命委員会は、サルキスカシアンやアビスヌリジャニアンといった、若く経験の浅い求心的共産主義者によって、引き入られていた。彼らの取った政策は、 国家の厳しい情勢や紛争による人民の疲弊を考慮しない威圧的な手法によるものだった。ソビエトアルメニアの歴史家であるバグラット・ボリアンは1929年に次の世を書いている。地元のチェーカーによって引き起こされたこのような挑発行動とテロに対して共和国の元指導者たちに引きられたアルメニア人たちは1921年2月に反乱を起こし、 エレバンから共産勢力を一度は追放している。しかし、グルジアを支配していた赤軍が呼び戻され、反乱は鎮圧された。やがてモスクワは、それらの強硬な政策が地元住民との乖離を招いていると気づき、よりアルメニア人の心情に通じた、経験豊富な恩憲派のアレクサンドル・ミャスニコフを現地に派遣した。さらに、同時期にネップが重なり、アルメニアは、 相対的に安定した状態となった。この頃のアルメニアは、オスマン帝国末期の激動とは、対照的な平穏を保ち、人民は、中央政府から、薬品や食料などの物資を受け取り、また、識字率にも大幅な向上が見られた。一方で、アルメニア首都協会には、共産主義の下で苦難の時代が続いた。1924年1月に、レーニンが死去すると、 ソ連の最高権力はスターリンの手に渡った。それに伴い、アルメニアの社会、経済政策も変化を迎えた。1936年12月、ザカフカース連邦はスターリン憲法によって解体され、アルメニア、グルジア、アゼルバイジャンの3つの社会主義共和国として分割された。スターリン支配による25年間で、アルメニアの状況は悪化した。 工業化と教育政策が厳格に規定され、ナショナリズムは厳しく抑制された。教会はアルメニア人虐殺とロシア帝国の同化政策によりすでに弱体化していたが、スターリンはさらに教会を迫害する措置を講じた。1920年代には教会の私有財産が没収され、司祭は迫害を受けた。 1930年にはアルメニア人ディアスポラのいる各国との関係改善のため一時期教会への弾圧は緩和された。1932年にはがカトリコスに上されている。しかし、1930年代後半になると教会に対する当局の攻撃は再開され、この年代にからの7人とからの1人を含めた160人以上の死災が逮捕され、 そのうち91人が中殺された。1938年4月6日に大粛生の一環としてホレイン一世が殺害され、8月4日にエチミア人の総本山が閉鎖されたことで弾圧は頂点に達した。だが、教会は地下へ潜伏し、あるいはディアスポラの間に信仰を伝えることで、名脈を保った。大粛生は教会のみならず、共産党員に対しても、 犠牲をもたらした。1937年9月、スターリンはアルメニア人の中央政治局員、アナスタスミコヤンの忠誠心を試すために300人の名前の入ったリストを持たせ、オールドボリシェビキが中核を成していたアルメニア共産党の人員整理を監督させるためにエレバンへ派遣した。リストに従って、党指導者のはモスクワ裁判の最初の被告として処刑され、 同じく党幹部のも中央政治局員ラブレンチーベリアに殺害された。この時、ミコヤンは友人1名の名を粛清リストから削ったが、その友人は見せしめとしてアルメニア共産党でのミコヤンの演説中にベリアによって逮捕された。最終的に1000人が逮捕され、その中にはアルメニアの政治局員9人のうちの7人も含まれていた。 その後ベリアはアルメニアでの自身の影響力を増すために政治局に非域の部下を多く登用した。や家犠牲チャレンツなど多くの科学者や芸術家も亡命を余儀なくされるか粛清の対象となった。歴史家のアルメナクマノキャンの推定によれば1930年から1938年までにアルメニアでは14,904人が大粛清の犠牲となり、 うち4639人が殺害されたという、このうち4530人は1937年から1938年の間に銃殺された。ソ連の多くの少数民族と同様アルメニア人も数万人単位で粛清や強制移住の対象とされた。1936年にスターリンとベリアはアルメニアの人口を70万人まで減らして、 グルジアへ併合することを面で、アルメニア人をシベリアへ追放した。1944年には、およそ20万人のヘムシンビトがグルジアから、カザフスタンやウズベキスタンへ移住させられた。1948年には、ギリシャ人とダシュナク等の支持者5万8000人が、沿海地域からカザフスタンへ移住させられている。ソ連の西部地域は大祖国戦争に沿って、甚大な被害を受けたが、 アルメニアを含めた南カフカースは主戦場にならず破壊と荒廃を免れている。しかしアルメニアは食料、人材、戦争物資の供給地として大きな役割を担った。推定で30万人から50万人のアルメニア人が出生し、そのうち半数が戻らなかった。ソ連邦英雄の最高位を与えられた者も数多い。 60人以上のアルメニア人が将校となり、最終的に減衰までなった者も4人にいる。一方で、ドイツの捕虜となったアルメニア人の中には収容所でのリスト引き換えに、ドイツ軍に仕えることを選んだ者もいた。彼らは戦後、他の多くのソ連兵捕虜と同様にスターリンによって、シベリアのグラーグへ送られた。ソ連政府は、戦意包用のために、 従来のナショナリズムの抑圧政策を転換した。アルメニア語の小説が再販されるようになり、アルメニア史の英雄を扱った映画も1944年に制作されている。教会に対する規制も一時的に緩和された。1945年には新たなカトリコスに選出され、エチミア人への常駐を許された。ドイツが降伏すると、アルメニア共産党、 第一初期のグリゴリアルチュノフや他のアルメニア人ディアスポラはかつてカルス条約でトルコに活用されたカルス地方を取り戻すことを再考するようスターリンに働きかけた。1945年3月ソ連外相ビャチェスラフ・モロトフは1925年に調印されていたソビエトトルコ友好条約期限満了まではまだ8ヶ月残されていたの破棄を通告し トルコに対してカルス地方の返還を要求した。同年秋までにはすでにカフカースの赤軍はトルコへの侵攻を目的として編成されたが、これに対してトルコには超大国と化していたソ連に対抗できるけの力はなかった。しかし、その後の冷戦によってトルコが NATO に加盟するとアメリカの軍事介入を恐れたソ連は1953年5月に、 トルコに対する領土の要求を取り下げた。スターリンは戦争によって疲弊したアルメニア経済の復興を期待してアルメニアの人口増大と労働力強化のためにディアスポラを積極的に国内に呼び寄せるキャンペーンを開始した。期間の費用をソ連政府が負担したために多くのディアスポラがこれに応え、1946年から48年までに 推定15万人のディアスポラが、キプロス、フランス、ギリシャ、イラク、レバノン、シリアなどから帰還し、エレバン、レニナン、キロバンなどに定着した。彼らには、食品券や酔い住宅などの優遇措置が与えられたために、在来のアルメニア人との間に衝突がもたらされた。ソ連で話されていた東アルメニア語とは異なる。西アルメニア語を話すディアスポラは、 在来のアルメニア人からは、兄弟と呼ばれるようになり、当初は冗談交じりに使われていた、この単語は、やがて部別語へと変わっていった。しかし、ディアスポラに対するソ連政府の扱いが際立って、良かったわけではなかった。1946年に、オデッサに到着した際に、彼らは金や、ダイヤモンドや布などすべての持ち物を没収され、たとえ、 ソ連に失望したとしても国を出ることは許されなかった。元ディアスポラの多くが秘密警察の監視対象とされ、民族主義組織との関わりを疑われてシュベリアなどの収容所送りとなった。1953年にスターリンが用去り、新たなソ連指導者となったニキータ・フルシチョフは1956年にスターリン批判を行い、体制に変化が訪れた。 消費財や住宅に重点を置くフルシチョフの政策により、アルメニアは急速に文化的、経済的復興を始めた。教会に対してもわずかに自由が与えられ、1955年にはがカトリコスに選出された。1954年、ミコヤンはエレバンでの演説でアルメニアの投函僚に批判を加え、や、チャレンツなどの禁止されていた。 文学作品の再販を許可し、奨励すると述べた。エレバンにそびえていたスターリン像は1962年に軍によって一晩で撤去され、その後にはの像が置かれた。1964年にレオニード・ブレジネフが権力を握ると、フルシチョフ時代の改革は停止され、ソ連の製品は質、量ともに不足するようになった。その影響は現在にも現れ、 1988年にアルメニア地震が発生した際も破壊されたのはブレジネフ時代に建てられた建造物がそれ以前の時代のものよりも多かった。ソ連政府はナショナリズムに対する警戒を続けていたが、それでもスターリン時代よりも制限は弱まり、1965年4月24日には10万人のアルメニア人が1915年の アルメニア人虐殺への抗議、そしてナゴルノカラバフ、ナヒチェバントオスマン帝国内の歴史的なアルメニア人居住地域、いわゆるの回復を訴えて、エレバンでデモを行っている。当局はこれを受けて1967年に虐殺を追悼するモニュメントを、1968年には50年前のタイオスマン戦争でのを検証するモニュメントを建造した。 4月24日は公式に記念日として定められ、この日に更新を行うことも許可されるようになった。1980年代、ミハイル・ゴルバチョフによって、グラスノスチとペレストロイカが導入されると、スターリン時代にカザフスタンに強制移住させられたヘムシン人がアルメニアへの帰還を求めて、請願を開始した。しかし、ムスリムである彼らの帰還によって、 キリスト教徒のアルメニア人との間に民族紛争が発生することを恐れたソ連政府はその要求を拒否した。だが民族紛争はそれとは別の原因で発生した。かつてボリシェビキがアルメニアとの約束を保護にしてアゼルバイジャンへ編入したナゴルノカラバフ自治州でそこに住むアルメニア人たちがナゴルノカラバフのアゼルバイジャン化を懸念し 同地とアルメニアの統合を求める運動を開始した。ナゴルノカラバフのアルメニア人を支援するデモが共産党の政治を無視してエレバンでも行われ、非公認団体の推計で100万人以上がこれに参加した。アゼルバイジャン側もカウンターデモを奨励した。アルメニア側はゴルバチョフに対してナゴルノカラバフの併合を求める制限を行ったが、ゴルバチョフがこれを拒否したために、それまで アルメニア人の間で好意的に見られていたゴレバチョフの評判は下落した。さらに、同年12月7日にで数万人が死亡するアルメニア地震が発生した際も、中央政府に先んじて救援活動を行ったのが、対アゼルバイジャン強硬派の非公認団体、カラバフ委員会であったため、彼らに対する指示からアゼルバイジャンとの関係も悪化した。ほどなくして、 アゼルバイジャンのスムガイトで多数の死者を出す民族暴動、スムガイト事件が発生し、これが後のナゴルノカラバフ戦争へと繋がっていく。ソ連中央政府の威信が低下する中、1989年11月末の第29回党大会において、アルメニア共産党はソ連共産党からの自立を宣言した。同年にはカラバフ委員会を中心として、新党、 アルメニア全国民運動が結成され、ソ連憲法の改正で導入された複数政党制に基づく1990年5月の最高会議選挙で全国民運動のレボンテルイコールペトロシャンが共産党のウラジーミルモフセシャンを破って議長に就任した。軍事組織も前年にはソ連軍から独立した活動を行っており、その非公式活動はすでに共産党の手を離れていた。 1991年2月9日には、社会政治団体法によって、共産党が事実上非合法化され、同年の8月クーデターで、中央政府の保守派が敗れたことを受け、9月23日、アルメニア最高会議は、ソビエト連邦からのアメニアの独立を宣言した。アルメニアソビエトも他のソ連の共和国と同様に、政治権力は最高司法府と最高裁判所を、 内包するアルメニア最高会議にあった。この一員制の最高会議では、人民6000人に一人の割合で選ばれた代表が4年の任期を務め、そのうち民族会議には32の代表がいた。一方、地区市町村の代表の任期は2年間だった。1936年に、スターリン憲法が制定されてからは、アルメニアでも18歳以上の男女に対して、 普通選挙権が与えられたが、代表候補者は共産党などの推薦を受けた者が、各選挙区に一人だけ置かれたため、上のような選挙も単なる新任投票に過ぎなかった。最高裁判所判事は最高会議によって選出され、任期は5年間、検察官はソビート連邦検事総長によって任命され任期は5年間だった。反対性組織としては、 1960年代後半からソ連からのアルメニア独立を訴える地下組織民族統一党が活動を開始し1977年にはその元党員らがモスクワ地下鉄で爆弾テロを行い7人を殺害している彼らは秘密裁判の後に処刑されたがこれを KGB による暴略とする説もある私有財産を禁止するソ連の経済体制に 対しては、アルメニアの農民が活発な抵抗を繰り返していたが、1929年秋から、私有農地の国有化が政府によって開始された。同年末に、これ報づ化されていた農村世帯の割合は3.5%だったが、1936年には80%に、1947年には99.7%に、達した。 同時期には工業化も開始され、工業生産額は1940年に1913年の9倍に達し、1950年には産業創生産額に占める工業創生産額も81%まで上昇した。しかし代償として、村落や家族のあり方は破壊され、農村の住民は都市への定住を強制され、民間企業も事実上消滅した。また、 自然環境にも悪影響が生じた。工業化が進んでからは、工業や夜勤が主要産業となり、1980年のクソビート共和国の中で、アルメニアのモリブデン製鋼と硫酸銅の生産鋼は2位、清錬銅の生産鋼は3位だったが、化石燃料に関してはほとんどをアゼルバイジャンと北カフカスからの輸入で賄っていた。 元来が資源に乏しいアルメニアでは産業の維持のため中央政府からの利益誘導が必要となり見返りとして政治界の賄賂も横行した。1980年の国内総発電量は3516メガワットで内原子力発電が815メガワット、水力発電が945メガワットだった。1923年から数年の間、 ソ連中央政府は、党活動家の民族の偏りを防ぐために、各共和国に、それぞれの母語を普及させる、土着化政策を行った。アルメニアでは、当局が50歳までの全ての文盲の市民に、学校に出てアルメニア語を学ぶ、容義むずけ、さらに一時期は、全機関の、あらゆる等級の職員が、アルメニア人で占められるに至った。歴史、言語学ジャーナル。 おはじめとしたアルメニア語の新聞や雑誌が多数発行され、1921年にエチミア人に文化、歴史研究所が1920年代と30年代にはが設立された。また、ソ連の教科書ではカフカス、とりわけアルメニアがソ連の領土内で最古の文明を持っていると書かれた。ソ連政府は感染症の予防にも取り組み、1963年に アルメニアでマラリアが根絶された。1930年代に中央政府がこれにザーッツィアを正反対のロシア語化政策に転換した後も、アルメニアではロシア語化は遅れ、1938年までロシア語は中高等教育で必修とされなかった。また、他の共和国とは違い、ザカフカス3国では、それぞれの母語が憲法上の公用語であり続けた。 スポーツの分野では1950年代に9個の金メダルを獲得した体操選手のやボクシング世界チャンピオンのなど、卓上ゲームではチスの世界チャンピオンチグランペトロシアンなどの競合を排出、画家のや作曲家のアラム・ハチャ・トゥリアンといった芸術家も生み出している。最初の国産映画は1925年制作のであり、 最初の国産陶器は1935年制作のである監督はどちらも最初のラジオ放送は1926年にエレバンで始まり1956年にはエレバンテレビセンターも開設されたラジオとテレビの放送はアルメニア語ロシア語アゼルバイジャン語クルド語で行われた楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください